秋元康さんと会ってきたと言いましたが、はい、実際どうでしたか。恋するフォーチュンクッキーがなぜできたのか。すごいよね、はいはいはい、だからね、引き出しというかね、はいはい、引き出しというかリュックサックって言ってたけどね、はいはい、うん、とにかくリュックに入れるっていういろんなことをね、やっぱすごいなと思ったら、あした63歳62って言ってたとか、で高校2年の時から作詞やってて、で今でも、あの二次会は行かないみたいなことを、ね、まあそうだね、で食事会行くけど1次会で終わって、じゃあ早めに帰って、みんなはね2次会3次会で飲んでても、じゃあ家帰って何してるかっていうと、毎日ノートとかにちょっとした言葉とか書き物してるって言ってて、あ、それやっぱ続けてるんだなっていう、そこはすごい感じましたね。ずっと書いてんだね、ずっと何かやってんだ、ずっと何か生み出してんだね、ずっと、だからそこにやっぱこういろんなあれがあるんでしょうね。だとこれが僕ちょっと一番、僕の中でこれが一番あれだったのが、なんでじゃあ60何歳の人がこんなね、若者が聴く曲とかを書けるのか、そうそうね、ここですよね。そうそう、はい、ね、だってあんな変な話、俺たちより年上の10代の人が、はい、10代の10代の歌を歌ってる、しかも女の子たちが歌う曲を作ってるっていう、そうなんだよね、でそれはやっぱりこう、これですよね、あの16、17の時に音楽やファッション、小説から自分は影響を受けたと、で時代が変わったとしても結局その年代の影響を受けるものっていうのは変わらない、要は時代が変わったとしても、ケーキのスポンジは一緒、上に乗せるものが変わるだけ、あ、なるほど、いちごのショートケーキは昔流行って、はい、ショートケーキといえばイチゴだったけど、はい、まあ、今でもそうかもしれないけどでもその上にこうマンゴーだったり、シャインマスカットだったり、時代によって乗るものは変わると、だけどベースは変わらんってことだね、そうですね、例えば昔の人だったらラブレターを書いてた、でも今時代とかデバイスが変わって LINE で告白するかもしれないけど、結局そういう感情っていうのはそれ誰かに伝える、あのツールが変わっただけの話であってとか、やっぱ10代とか、ね、思春期の頃に受ける影響って、時代とか人とかああいうのはファッションとか変わるけれど、似たようなジャンルで影響を受けてたり、20代の子が悩んだり思ったりすることって、時代が変わっていろんな、ま、取り巻くものは変わるけど本質的に影響を受けてるものは変わんなかったり、30代40代ってなると、結局は、ね、どの 年代というか時代にあったとしても、一緒のようなことで、だからそう考えると、江戸時代のやつらも10代ってそんなようなことやったんじゃないかなと、まあ、そうかもしれないよね、そう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 、同じなのかもしれないね、はい、だからそれっていうのはやっぱりその時代とともにっていうのは、これは僕すごい、あ、そっかと思った時に、じゃあ自分たちが10代の時、20代前半でなぜ起業を目指そうと思ったかとか、フリーター時代に思ってた不安とかって、結局今時代は全然違うかもしれないけど、同じような若者って感じてる子も多いんだなっていうのは、なんかそこ聞いててすごいこう、あれになったというか、そうね、いや俺もね、あのちょっと勇気もらったっていうか、はいはいはい、やっぱりほら時代はどんどん変わってて、今の若い人たちと世代が違う、考え違うっていう風に、で俺たちはね、いい年だしさ、はいはい、俺たちの言葉とか経験ってもう無駄になっちゃうんじゃないかとか、言葉が届かないんじゃないかとか、はいはい、やっぱそういう不安とかってあったけど、やっぱ秋元康さんの話聞いて、なんかね、若い人たちになんかヒアリングしてるっていうこともないらしいんだよね、あ、そうですよね、何か流行ってるかとか、ま、全く聞かないですよね、そうですよね、そういう調査とかもそういうことをするんじゃなくて、自分の生きてきた人生を元に話をしていく、あの作品を作っていくっていうので、だからやっぱりそれって秋元康さんだけじゃなくて、俺らが若い頃に経験したことも、やっぱり言葉を時代に合わせてね、上に乗せるものをちょっと変えていけば、やっぱり今の若い子たちにとっても、なんかためになるというかね、サポートって俺たちもできるんだっていう、なんかそこは本当に若い頃の経験が無駄にならないっていう、それは本当になんかパワーもらったっていうか、そうですよね、やっぱ一番さっきのよりこっちだわ、こっちでしたねこっちが一番さっきの戻る力も大切だけど、これ大切だ、これ大切ですよね、だから若いうちにどんどん経験した方がいいってことだよね、無駄にならないってことだよ、いや間違いないですね、でやっぱり自分はあの頃思ってたことは何だったのかっていうのをこう大切、だから書き物したりとかこう残していくって多分忘れちゃうんですけど、その時どう思ったか多分いっぱいのノートに書いてあって、でその時のフィーリングやっぱ思い出すんでしょうね、物を作るのは一品にする、一番美味しかった幕の内弁当は思い出せないが、一番美味しかったうなぎは思い出せ る、要はいろんな要素を入れれば入れるだけ記憶に残らない、確かに、一点突破、
うん、あ、なるほどね、あのなんとかですよねみたいな、うんうん、あの何々やった会社ですよねとか、あのがつくぐらい、うん、そう一個こうこれっていうものを極めた方が、うん、あれもこれもこれもってやると印象残んないっていう、うん、あ、なるほど、うん、確かに確かにね、一番美味しかった幕の内弁当何ですかって言われても確かに分かんない、分かんないですよね。なんで広告打つときもやっぱエッジの効いた広告の方が印象残る、あ、なるほど、うん、だとこれは人はそれぞれ見てるところが違うから面白い、うんうんうん、やっぱり自分はこう思った、これあれ見てこう感じたっていうのも、うん、違う人は同じ場所にいても、うん、全然違うこと感じたりとかするから、それを面白いと思えるのが面白いなと思って、あ、なるほどなるほどなるほど、人生とは目撃すること、これもだから名言じゃないですか、うん、結局自分の人生っていうのは何かっていうと、いろんな出来事、うん、まあ、すごい人に会ったとか、この時代にこういう人が流行ったとか、こういう事件が起こったとか、こんなことあったって、うん、僕らも時代時代に生きてると思うんですけれど、うん、その瞬間瞬間を自分の人生の中で目撃するっていうことに面白みがあるっていうのは、前に海外行った時にたまたま犬の糞を踏んだって話覚えてますよ、うん、で犬の糞を踏んだ時にすげえと思ったっていう話でだからちょっとニュアンス覚えてないですけど、うん、今たまたまその国に行って、たまたまこのルートで行って、たまたまそこに歩いたからこの糞を踏んだとして考えたら、うん、この糞踏んだことってやべえなって言って面白いって思えるっていうのがすげえ感性だなと思いましたね。確かに確かに確かに、うん、話聞いてると、あ、そういうとこ面白いと思うんだっていうね。そうですよね、うん、普通糞踏んじゃったら最悪じゃないですか、うん、そうじゃないですもんね。あ、ここのこのうんこよ、自分がここの国にいてここの道を通ったから踏んでる今みたいな、それはすごい感性だったよね、本当に面白かったですよね。あとやっぱ日記をつけたらどうかっていうの言ってましたね。一行日記でもいい、メモでもいい、で結局書いていくうちに何にもない日っていうのが出てくると、うん、で何もない日っていうのは何かしようとする、うん、で同じ一日でも人生の一日だから、うん、やっぱり記憶に残るような、うん、結局自分で何かこうそういうあれを残していくっていうの で、うん、で僕もやろうと思って1週間ぐらいやったんですけど、すっかり忘れてました今言いながらやってね、うん、でも一行日記本当にいいかもしれないね。いいですよね、うん、今日は何したって一行しか書けない、はいはい、ってなるとさ、うん、なんか面白くて、そうですよね、うんうん、あと2つだけいいですか、いいよ。プレゼントで一番いいものは本、うん、おー、はい、自分では絶対買わないものをもらうのは良いと、うん、プレゼントは考える時間に意味がある、うん、人生の時間の積み重ね、どういう時間を過ごすかが大切っていうので、うん、感性ってみんな違うんで、うんうん、自分がいいと思う本っていうのは、うん、その中にそのストーリーがあるわけで、うんうん、っていうのは面白いなと。なるほど、はい、あれだよね、その、まあ、年取ってくると、うん、やっぱりこう自分の興味ある分野の本ばっかり、同じ分野の本ばっかり読んじゃったりとかするから、うんうん、広がれなくなっちゃうんだよね。だから興味のない本とか、うん、他の人が興味ある本を、うん、あのプレゼントして読ませてもらうっていうのは、うん、自分のその知らないことを知れるから、確かにすごくいいっていう風に言ってたよね、はい、しかもダイさんもあれですよね、その飛行機に乗った時の、うん、なんかさあれ絶対自分じゃ読まないやつって、うん、あれも同じ感覚ですよね。そう、もう飛行機の機内紙俺大好きで、はい、本当に興味ないことばっかり書いてあるから、はい、ヨーロッパの城とか日本の伝統芸能とか、はいはい、普通だったら絶対興味持たないんだけど、うん、だけど、あ、そういうのもあるんだって知れるんで、うん、あの飛行機乗った時は、うん、絶対に全部読むようにして、飛行機の中だけじゃ読めないんで、持ち帰って、はいはい、あの捨てる前に全部読んでから捨てる、うん、全ページほぼ、確かに、うん、いや、でも本当になんか自分の好きで同じような方に情報いっちゃうけれど、うん、やっぱ感性豊かにするためには、うん、いろんな考え方、いろんな人、うん、いろんな分野のものを受け入れてみるっていうのは人生の幅が広がるなって感じします、ね、うん、そうね、そうね、うん、だと最後は、うん、AKB とかの中でもやっぱ人気出る人と出ない人の違いは何かっていう話もありましたね。うん、で結局そこはやっぱここに至るまでのストーリーが大切、うんうん、やっぱこの人はどういう思いでどういうのがあってどうなって今があるのかって、やっぱそのストーリーに人は共感するっていうのがあって、うん、ここに至るまでのストーリーをしっかり作るっていうのは、うん、ああ大切だなと思いますよね。なるほど、なるほど。僕らもなんで起業しようかっていう、やったことだけだったらこうやってこうやって頑張って成功しましたですけど、うん、その裏にはいろんなストーリー思いがあって、よしこうしようみたいなのあるじゃないですか、うん、でそういうのって結構あなんか共感というかあると思うんで、うんうん、っていうところですかね、うん、まあ、他にもちょっと細かいところで言うとあれですけど、うん、まあ、かなりのボリュームっすね。いやいや、でもほんとね、勉強になったよ、うん、面白かった、ほんとに、はいはい、うん、まあ、今後もね、多分、うん、まあ、いろんな人に、今度サイバーエージェント藤田さん、うん、ね、ちょっと話聞かせてもらうあれがあるんですけれど、うん、まあ、なんかそういうのもあれば、うん、今後ちょっとこのね、番組でも共有できることはしていけたらいいかなと思いますね、うん、はい、じゃあ今日はそのところですかね。そうですね、はい、じゃあ、はい、以上です。はい、キャ
リカレチャンネル良かった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、はい、あとですね、あの LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるために、いろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。